ていう、うん、でそのやっぱ同じ大阪でも全然違うのが、うん、まあ、これはもう本当にある人に言わせると国宝級の名作、国宝級ですか。でそれはもう本当に西成のドヤ街に住んでる家族というか、まあ娘、母親、弟が出てくるんですけども、でそれもその、まあ、結構ロマンポルノ史上有名なセリフで、もうその最初に出てくる、まあ、セリメーカーっていう女優さんが、いいですよなんかもう自分は何かに逆らいたいっていうセリフから入ってくるんですよね。はい、で結局そのまあ島があるんで、こう島を統括してる人とかいるんですけど、うん、もうそういうの言うこと聞かないんですね。彼女はね、ボコボコにされても、うん、でもう一人で流しでやるみたいな、もうポリシーすごいんですけど、でもすごくやっぱ弟には優しいし、うん、もう慈愛に満ちてるんですけど、切ないでもやっぱそので隠し撮りしてるから、本当にその西成で、おっちゃんなんか時間あるみたいな感じで、その女優さんに本当に客引させてるのを撮ってるんですよ。あ、そうなんだ。そう。で、それで、セリさんが言ってたんですけど、うん、本当に怖くて、うん、でも、いやいや、俺たち周りにいるから大丈夫ってスタッフが言うんですけど、もう監督速攻逃げてて、うん、で田中監督が逃げてるの？田中監督も逃げてた。で、安藤翔平さんってすごい好きな方だけがそばで、いや、俺がいるから大丈夫だからって言って、うん、もうだから見ててドキュメンタリー見てるような感じ。すごいです。めちゃくちゃリアリティあふれる。リアリティあるし。ロングショットも含めて安藤さんのカメラいいね。素晴らしいですね。もう爆発シーンとかも、爆発シーンもあるんです、ちょっとね、引きで。なぜ爆発するのかっていうのもちょっとそこも唐突なんですけど、でもそこももうなんか度肝を抜かれるというか、こんなカット撮ってんのこの映画の中で、ま、街爆発させちゃってる、街じゃないんですよ、あのね、人がね爆発しちゃうんですよね。ある日式場目スイッチが